皆さんこんにちは、アイケさんです。今回の動画はこの冬始まる湯沢2拠点生活その第1日目ですね、引っ越ししてきましたので、早速このリゾートエリアに第1日目の様子を皆さんに紹介したいと思います。 Here we go. Wow! That father is 10 men perm! さあ今日は12月4日、まず最初は今回住むリゾートマンションの鍵を受け取りに行くので、エンゼル不動産に向かいたいと思います。 Here we go! ユキ、トンネルを越えるとそこは雪国だった。いきなり雪景色が迎えてくれました、湯沢町。ヤッホー、越後湯沢駅到着。まずは今回のお世話になりますエンゼル不動産さんに行ってみましょう。 Here we go. エンゼル不動産湯沢店、聞いてみましょうか。こんにちは、ご無沙汰しています。こちらどうぞ。はい、こんにちは。お願いします。 OK、 ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、スミさん、はい、鍵ゲット、マンションの鍵ゲットよし、じゃあ早速行こう。ありがとうございます。おい、みんな、鍵をゲットしたぞ。じゃん、早速マンションに行ってみよう。小鳥さん、やったぜ。さあ、やってまいりました、リゾートマンションエリアです。さあ、マンション到着。それでは引っ越しを開始したいと思う。 Here we go. 小鳥さん、新しい部屋へ案内してください。さあ、なんとほぼ同じ間取りですけども、まぁ、ちょっとね、お部屋の方コンパクトにはなりましたが、相変わらずいい感じのお部屋です。そしてこのお部屋はガスの暖房なんでね、ものすごくあったかいです。さて、今回の部屋からの景色はこんな感じ。スキー場はね、見えないんですけど、その代わりに、湯沢の山々が正面に見えるので、これはこれですごくいい景色なのではないでしょうか。湯沢町公民館到着。ここでは町民優待リフト券申し込みをするぞ、みんな。Here we go.無事申し込み完了、ラッキー。さて、次に来たのは湯沢カルチャーセンター。ここでフリースタイルスキーの申し込みをしたいと思います。 Here we go. こんにちは、フリースタイルスキージュニアの申し込みに来ました。ありがとうございます、よろしくお願いします。フリースタイルジュニアに申し込むためには NPO 法人ユースポに入会する必要があります。子供は1人2,000円、よろしく。さあ、これが湯沢フリースタイルジュニアのパンフレットです。なんと小鳥と葵が写ってます。フリースタイルジュニア無事申し込み完了、これで今年の冬もがっちりスキー教えてもらいます。さあ、続いては小鳥葵、君たちの母校ご挨拶に行きましょう。 Here we go. 下校の時間です。じゃあ最後は教育委員会に区域外就学制度、これを提出することで、はい、私たちはこの学校に通わせていただけると、はい、行きましょう。お邪魔します。よし、無事に提出、はい、そして受理受理、つまり沢田圭一。さあ、これで無事、入学の手続きできました。事前の準備は完璧完璧、あとは引っ越しするだけ。そうだね。楽しみー。乾杯乾杯。湯沢ライフスタート。小鳥、はい、湯沢ライフ始まりましたね、今年も。はいプレ引っ越しだね、今日はね。プレ引っ越し完了しました。もうね、ちょっとバタバタすぎて疲れてしまったので、今日はここまで。
バイバイ。グナイ。いいですか？さあみんな、新しい部屋からの景色を見てみましょう。今回の部屋の景色はこれだ。てってれー。小鳥さん、どうですか今回この部屋からの景色は。山が遠くまで見える。そうだね。あと、はい、青いスカイツリーみたいなのが見える。ちっちゃいスカイツリーありますね。それは鉄道の電気の、そっちじゃない。はい、何ですか青いさん。あれ、あそこのもったもった喋りたいよ、おめえはよ。カット。大丈夫ですか。はい、こんな感じで撮影されてるんですか。こんな感じでやってます。メイキング編です。どっちゃん、今日はどこに行くの。今日今からね、あやさんに会いに行きます。この冬すごいお世話になったの覚えてる、あやさんに。うん、ね、ご挨拶に行きます。 Here we go。 Here we go。 着きました、んこぼ。到着しました、きらぼしです。さあ到着しました。湯沢生活ではいつもお世話になってます、きらぼし湯沢ベースですね。この冬は私たちのワークスペースとしてこちらのコワーキングオフィスを借りる予定です。行ってみましょう。職員室、職員室お邪魔します。先生のお部屋、こんにちはって入ったら、なんと DIY ルームになってる。ほら、工具を自由に使える。はい、小鳥さんからお知らせです。じゃあ早速、あやさんのところに挨拶に行ってみましょうか。レッツゴー。あやさーん、ハグがありましたけど、はい、皆さんはどこの方、地元の方ですか。私たちは千葉から来てます。ここを曲がります。まあいいか、景色から。さあ続きましては、湯沢でね、一番仲良し、お世話になっているご家族にもご挨拶に行きたいと思います。行ってみましょう。はーい。いたおぉ、うまいまーい。ヘイハングイエーイイエーイ。かっこいい。昨日さ、学校行ったんだよ。ゆうきくんの教室見たよ、写真とか。ゆうきやった。イエーイイエーイ。今年も次いっぱいやろうぜ。やったー、子供たちも再会、嬉しい。関係してます。うん、いいね、いいね。いやー、すごい。家の真後ろが林ってすごい。こういうロケーション、マジで素敵。憧れます。Nice to see you again! Very good. Very good. Yeah, how about you? Good. Still here? Yeah, still here. Yep.何やってんの、そんなとこで。いいね、冒険してんの。キャスリン。あー、ブルバル。そう、イエス。え、よく聞く、キャスリン、イエーイ。いけろ。ボースリー、やるねー。リングだよ。おー、仕事。イエーイ。じゃん、じゃん。レッツゴー。はい、せーの、パーグ。パラララ。パラララっていうの、はい。パーグ、パラララ。パラララ。ラそれでは、この冬もどうぞよろしく。またねー。バイバイ。さあ、今回の部屋、
すべて整いました。この冬はこの部屋から湯沢ダンスの物